こんばんは、ハムオです。今回は FF9 のキャラクターとビジョンカードのお知らせが来たので、こちら見ていこうかなと思います。同時にホロビジョンの、効果に関しても、説明があったので、そちらをね見ていこうかなと思います。グロ注意ですはい、今回はこんな感じでお話ししていきます。まずはあっさりしたとこからで、あっさりってなんだって感じですけど、来月のギルバトのマップ効果が公開されて、風浴びアップと、土と闇の魔力アップで、探検の、単体耐性アップとメイス杖クロマ同士の HP アップというところで、 FF9 のキャラクター待遇になってるかなというところで、こちらのマップ効果に、火属性だったりとか、槍のジョブの、効果がないので、ボルケが11月月初に来るんじゃないかって予想を立ててたんですけど、それがないことは、ほぼ確定、ほぼというかもう確定でいいのかなというところですね。とはいえボルケに関しては属性と武種まで判明していて、基本的にそのアポカリプスフェスのキャラクターって、前のアナザーストーリーで、NPC として登場したキャラクターが次実装されるっていう法則は過去の例からほぼ確定してるので、11月月初ではないと思うんですけど、12月月初に来る可能性はめちゃめちゃ高いかなと思っているので、火属性メインにしてる方だったりとか、今後一つパーティー組んでいこうかなって思ってる方は、ちょっと FF9 とか、光ヘレナとかも来ますけど、その辺ちょっと要警戒というか、ガチャのね計画考えた方がいいのかなというところですね。続いて FF9 のキャラクターの追加情報というところで、マスターピが公開されています。時短に関してはいつものやつプラス単体耐性プラス10とリアクション阻止率20というところで、かなり強いマスアビになってるかなというところ。ただちょっと気になるのは、時短の特性として横バフにこう単体耐性アップのバフも持ってるって国営放送でお話しされてたかと思うんですけど、ガーンズバックみたいな感じで単体耐性めちゃめちゃ高いけど範囲耐性逆にめっちゃ低いみたいなキャラクターになると、結構ね、それはそれで範囲攻撃で簡単に落ちちゃうみたいな形になるので、個人的にはやっぱりどっちも高いっていうのがね、人権キャラの条件だとは思うので、この前出した、FF9 のキャラクターに必要なキャラクタービジョンカードっていう動画でもお話ししてますけど、シャルゼだったりとかサーダリーを相方に備えて範囲耐性を上げてあげる必要はあるのかなっていうところですね。次がガーネット、ダガーですね。僕あんまりダガー呼びに慣れてなくてFF9 をプレイしてる時もダガーって名前をわざわざガーネットに変えちゃったぐらいなんで、たびたび間違えるかもしれないんですけど、そこはすいません。ダガーのマサビはいつものやつプラス魔力 5% と魔法火ダメージ軽減10というところで、ちょっと魔力 5% は少なすぎやしないかとは思うんですけど、魔法ダメージ軽減 10% ついてるのは、強いのかなというところ。今後魔法環境になればなるほど、生きてくる効果なのかなと思うんですけど、11月の中旬に実装される光ヘレナがめちゃめちゃ強いってもう公言されてるので、このマスアビは生きてくるんじゃないかなって気はしますね。では今回の動画の本編である、ホロビジョンカードを見ていきます。青と赤の光の下でというところで、ホロビジョンカードなんですけど、パーティアビリティはブグ VC になってます。パーティアビリティとしてエレメントチェーン耐性36、クリティカル発生率20、単体耐性20というところですね。おそらくブグ VC であることは一緒なので倍率とかは変わらないと思うんですけど、ここでねいきなり 1.2 倍じゃなくて 1.4 倍ですとかしてきたらちょっと笑えるんですけど、さすがにそれはないかな。コンテンツ限定の効果として、クエストのみクリティカルダメージアップがつくということで、おそらく基本となる数字の、25なんじゃないかなと思ってます。付与効果として防御貫通アップ、おそらく10から20、今回時短が強力なキャラクターなのであれば20ぐらい持ってくるかもですね。命中アップ、これも10から15かなというところ。こちらのビジョンカードを見た感想としては、めちゃめちゃ絶妙な調整具合にしてきたなというところですね。素早さだったりとか、攻撃アップ、範囲耐性とかが入ってたら、もう絶対引いた方がいいよって言えるんですけど、パーティアビリティ的にはやっぱり単体耐性が、めちゃめちゃ強いけど、他2つは、最悪なくてもみたいな効果かなと思うので、必須とは言えないんですけど、付与効果とかまで考えると限りなく必須に近い、めちゃめちゃ調整がうまい、
まあ一番悩むビジョンカードだなって感じ。今回対象の武具種は槍、弓、短剣、メイスというところで、来ました、槍が入ってます。まあ、主要なキャラクターとしては、実装されてないキャラクターほとんどなんですけど、まあ、槍はボルケですよね。あとはまあディアルドだったりとか、まあ、永遠に強い、ハタセラとかですね。で弓はこれ若干予想込みなんですけど、アポカリプスフェスで実装されるシャドウリンクス、立ちを見る限り弓っぽいのを持ってるので、これは多分対象というか、まあ、そこまで見据えたビジョンカードになる気はしてます。まあ、他で強い弓のキャラクターって、まあ、未だに使われてるのだとイリーザとかセティアぐらいなのかな。ちょっとセティアの発音おかしかったな。セティアじゃなくてセティアだよね。うん。で、探検に関しても、まあ、今度出る時短ぐらいで、他はリソルとか、レジのリレルリアとかだと思うんですけど、まあ、探検パを組むほどにはならないと思うので、まあ、時短用かなって感じ。まあ、メイスは今回のダガーに加えて、サーダリとかラフとかですかね。で、今回の、ビジョンカードの使い道としては、時短入りの風パーティーだったりとか、槍の武具パーティー、それから新しいリンクスを使った、まあ、新しいパーティー、まあ、属性がね、何になるかとかもまだわかんないので、まあ、そこはわからないと思うんですけど、まあ、槍パに入れるのか、風パに入れるのか、みたいなところですけど、まあ、おそらくこの3つの役割が、まあ、主な使い道になるんじゃないかなって感じはしてます。で、まあ、槍パーティーに関しては、もう、ハガレのビジョンカードと、ジェダンとアライアのビジョンカードで、単体範囲素早さすべて漏れるので、まあ、今回のビジョンカードで、単体耐性20漏れるとしても、素早さ同時に漏れて、かつ攻撃力アップのビジョンカードとかつけれる方が、まあ、全体としては強いのかなと思うので、まあ、全部持ってる方であれば槍 VC としてはまあ必要ない、まあ、もしくはサブにつけてもいいのかなぐらいかなと思ってはいます。やっぱりね、この流れすごい似てるなと思って、槍のビジョンカード結構出てますよね、あの武具ので。この流れって、まあ、やっぱり拳の流れに似ている気がするので、前々からねすごい何回も言ってますけど、やっぱり拳のパーティーが一時期こう覇権を握ったように、槍のパーティーっていうのが今後覇権を握ると思うので、今回のビジョンカードはまあそういう意味でも取っといた方がいいんじゃないかなっていう結論にはなりそうです。まあ、僕がね、あの槍ばっかに注目してて他の武具種を見逃してる可能性自体はあると思うんですけど、まあ、だとしても槍は必ず来るかなっていう感じで、今回のビジョンカードは、まあ、一応時短とダガー用というところで見ていくんですけど、エレメントチェーン耐性、まあ、個人的にはエレチェ耐性はアタッカーにはいらないと思ってるんですよね。あのタンクとか、まあ、高耐久のキャラクター、まあ、レーゲンとか、まあ、アルストリアとか、まあ、そういうキャラクター以外には、まあ、エレチェを積んだところで結局2パン3パンぐらいで大体のキャラクターって落ちちゃうんですよね。まあフルテンしてて属性有利とかじゃない限りは、まあ、なので、まあ、個人的にはこれが1枠目にあるのはすごいもったいないなとは思います。でクリティカル発生率は、まあ、クリティカル自体がやっぱり大事なので、まあ、汎用的に使えるものだと思うし、まあ、特に時短に関してはクリティカル時の火ダメを大きくするデバフみたいなのを持ってるそうなので、まあ、時短にはぴったりだなというところ。単体耐性はまあ普通に強いですね。でクエストの効果に関しては、まあ、今回クリティカルダメージアップになってますけど、まあ、そこまで気にしなくてもいいのかなって感じはします。まあ、そもそもクエストは3人じゃなくて5人で出撃できるので、ビジョンカードとか割とどうにでもなりがちなんですよね。で高難度とかでも、まあ、5人出撃できることがほとんどなので、まあ、ぶっちゃけクエストの効果気にしなくていいかなって感じで、付与効果の防御貫通なんですけど、まあ、これが一番やばいかな。槍のキャラクターにも使えるので、まあ、槍のキャラクターにも防御貫通、まあ、10から20追加で漏れると考えると、まあ、今後出てくるボルケとか、あとまあ弓のそのシャドリンクスとかもそうですけど、やっぱ射撃のキャラクターって貫通能力低めになりがちなので、そこをさらに漏れると考えると、うん、やばい気がします。いろいろ悪さできそう。で、命中アップに関しても次男の欠点を補ってる感じがしていいかなというところですね。今のところ必中とかがなくて、まあ、土属性やっぱりあの土ルシオが強いので、まあ、その辺どうなるかって感じですね。で普通だったらここで考察が終わってまとめに入るんですけど、今回はホロビジョンカードというところで、まあ、ホロ効果も見ていくんですけど、まあ、これがちょっとやばいと思うんだよな。見せるとこんな感じになってて、今回のビジョンカードを貫突させると、
HP アップ 5%、初期 AP アップ3っていうのがつくんですけど、1枚でこの効果量やばくないかって思うんですよね。まあ、今回は発動条件がクエストなので、こんだけ効果が多いのかもしれないし、まあ、クエストだからね、対人には関係ない部分になるので、まあ、助かったなという感じはするんですけど、キャラクターにも、まあ、マスタリーだって、これ僕の一番高いマスタリー、雷属性がレベル38なんですけど、まあ、ちょっとね、すべてのキャラクターを持ってて、全部貫突されてる方が、まあ、何レベルぐらいになって、どのぐらい差があるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、それなりに、雷のキャラクターを育成してて、まあ、もうちょいね、上げりはすると思うんですけど、してる状態で、最大 HP アップ 10% なんですよね。まあいろいろついてるとはいえ、今回のビジョンカードを貫突させるだけで、最大 HP アップ 5% つくんですよ。で、ホロビジョンカードのビジョンマスタリーって、ホロビジョンカードの数分だけ積み重なっていくっていう仕様だと思うので、というかまあそういう書き方をしてるので、まあ、今回のビジョンカードが、まあ、HP アップと初期 AP アップで、例えば今度出るビビのビジョンカードが、最大 HP アップ 5%、 魔力アップ 5% だった場合、この2枚を所持してるだけで HP 10% アップ、初期 AP アップ3、魔力アップ 5% という形になるんですよ。で、そう考えると、まあ、僕がね、今までこう雷のキャラクター集めてレベル上げてきて、一生懸命38まで上げてようやく 10% なんですけど、ビジョンカード2枚で同じ効果を得られると。で、まあ、今回は本当にね、クエストに限った話なので、まあ、クエストだから値が大きいのかもしれないし、対人でも、まあ、同じぐらい、もしくはもっと高いかもしれないですよね。で、まあ、いい悪いの話ではないとは思うんですけど、まあ、やっぱりその課金をしている人、課金をしてない人、手持ちの、まあ、多さによって差が広がっていく一方になるのかなと思うんですよね。もちろんね、ゲームも運営するのにお金がかかるので、まあ、その辺はね、仕方ない部分かなとは思うんですけど、個人的にはやっぱりこのゲーム戦争が楽しかった要因としては、まあ、手持ちを工夫したりとか属性を絞ったりすることで、すごい上位の方とも互角に戦えるワンチャンムーブで勝てるみたいなところが、まあ、個人的にはね、他のソシャゲにないいい部分で面白い部分かなと思うんですけど、まあ、負けた原因がね、こうムーブによるものなのか、まあ、根本的なそのマスタリーの差とか転生の差で、まあ、HP が違ったから耐えられたとかが、こう、ぶっちゃけわかんないですよね。ギルバトとかで戦っても、相手のステータス見れたりできないので、ちょっとそこで、まあ、じゃあいいかなってなる人が、ちょっと出てきそうだなっていうのは思ってる。はい、というところで今回まとめなんですけど、今回のビジョンカード、ファイナルファンタジーコラボの限定のビジョンカードになってるので、復刻は、かなりしにくいビジョンカードになってます。パーティーアビリティとしては AJ 耐性とクリティカル発生率が、まあ、A ランクで、単体耐性が SS ランクというところですね。まあ、ただクリティカル発生は、まあ、S でもいいかなとは思ってます。で、対象として槍、弓、探検、メイスと今後出ることが確定してる強キャラっていうのも対象になってるんですよ。ボルケの槍と、シャドウリンクスの弓で、今回のジタンとダガーというところで、まあ、めちゃめちゃね、こう運営さんの意図が透けて見えるビジョンカードだなと思ってるので、結構確保優先度は高いのかなと思ってます。パーティーアビリティとして見れば単体耐性だけなので、そんなにね、優先度高くないかなっていう風にできるかなと思ったんですけど、やっぱり不要効果の防御貫通って結構悪さできると思うし、ビジョンカード全体として唯一無二の性能になってるかなと思うんですよね。で、防御貫通が不要効果にあるビジョンカードって本当に少なくて、よく使われてるのだと、まあ、ピサロのビジョンカードが一番かな。防御貫通20で、ヒョウが出た時のブグ VC、 まああんまり使われてはないと思うんですけど、これも不要効果で防御貫通10、あとはハロウィンの悪霊 VC でも防御貫通ちょっと漏れるっぽいんですけど、まあ、やっぱね、防御貫通大事にはなってくると思うし、思ったよりね、ホロビジョンカードの積み重ねが大きいかなと思いましたね。今回はクエストなので良かったんですけど、ちょっとね、今後、まあ、対人のレベル感っていうのは、まあ、僕の動画を見てくださってる方は無課金、微課金の方が多いと思うので、その辺をね、ストレスにならない程度に見直した方がいいのかなってちょっと思いました。ちなみに個人的にはこのビジョンカードは引こうかなと思ってます。かなりね、将来性があるので、まあ、ただね、今後どう課金していくかは悩みますね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、X フォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。